ロケルイス・サンタクルス・カンテロは、パラグアイアスンシオン出身のサッカー選手。オリンピアアスンシオン所属。ポジションはフォワード。ニックネームはスペイン語で、男の子を意味する、チコ。パラグアイ代表には17歳の頃から選出され、代表の通算最多得点記録の保持者となっている。スペイン移民3世で、スペイン国籍も所持しているため、EU 権外枠には当たらない。 16歳の時、パラグアイのオリンピア・アスンシオンでプロデビュー。1998年のコーバリベルタドーレスでは母国パラグアイ代表のゴールキーパー、ホセルイス・チラベルトからハットトリックを達成した。1999年のコパーアメリカで3得点を挙げ、ドイツのバイエルン・ミュンヘンへと移籍。しかし、その後は怪我に悩まされ続け、レギュラー獲得には至らなかった。 2007から08シーズンからは、ルカ島にミロスラフ・クローゼラ FW 陣を補強したバイエルンを、離れ、プレミアリーグのブラックバーンへ移籍。2007から08シーズンは、プレミアリーグ1年目だが、バイエルン時代に懸念されていた、長期離脱の怪我もなく、12月15日のウィガン、アスレティック FC 戦では、チームは、敗れたもののハットトリックを達成。 マンチェスターシティ FC 戦では2得点を挙げ、シティのホーム連勝記録を9で止め、2007年12月のプレミアリーグ月間 MVP を受賞するなど活躍。最終的には得点ランク4位となる19得点を挙げた。しかし、2008から09シーズンは怪我に苦しみ、リーグ戦は9試合の出場に留まった。2009年6月、 遺跡金千八百万ポンドでマンチェスターシティへ遺跡することが発表された。マンチェスターシティは兼ねてからサンタクルスの獲得を熱望しており、遺跡が決まった二千九年六月までの十八ヶ月間で六度の獲得オファーを提示しており、七度目でようやく遺跡が実現した。だがマンチェスターシティではポジションをつかむことはできず、二千十一年以降はブラックバーン、レアルベティス、 マラガ CEF へ、レンタル移籍。2013年7月、マラガへ完全移籍。2014年12月29日、リーガ MX のクルス・アスルに移籍することが決定した。2015年、マラガへのレンタルでの復帰が決まった。2016年6月8日、17年ぶりに、オリンピア,ア・スシオンへ復帰した。2010年7月5日、 南アフリカ W 杯の準々決勝敗退をもって代表を引退することを明らかにした。しかし、その後も招集に応じ代表でのプレーを続けている。ゴールドットコムサンタクルスのシティ遺跡は月曜午後に決定。サンタクルーズサゴラビスチェンドラエラスティカブロンキーアッソルラストレスプロキシマズテンポラダス ハットクルーズアスールアナウンスサンタクルーズ CAPTUREGOAL.com2014 年12月29日付、サンタクルス、レンタルでのマラガ復帰が、決定対談から半年で再びフルスウェーダッシュ GOAL.com2016 年7月閲覧、ロッケー、サンタクルーズブエルベ、エスカーサテスプエスで17アニオス、D10 コム、PY、 2016年7月28日閲覧。パラグアイ監督が辞任、サンタクルスは代表引退、コパアメリカのパラグアイ代表メンバー発表、サンタクルスら選出、マイナビ、2016年7月閲覧、水のホームページプレイヤー、ロッケルイス・サンタクルーズ、センチュリー・オブ・インターナショナルをピランせず、rssf.com。2017年7月14日閲覧。 ありがとうございます。